昨日はあの、夕方さ、あの吉田市長ね、あの三浦市 の、 あの吉田市長のさ、あの市政報告会ってのがあって、で、まあ、一応ねあの、参加させてもらってさ、したらね小泉進次郎来ててさ、で、彼ねいつもね律儀にあの来るのよ。でこの間もあの、ね、町内会の新年会にもさ来てくれて、でうち の、 あの蔵でね、ちょうど新年町内会の新年会やった時に、挨拶に来てくれたりさしてて、結構ねまめな人なんですね。で、彼がね昨日あのあ面白いこと言うなと思ったのは、政治家としてねいろいろこう活動してんだけども、いろんな人と会うでしょっていうことね。でね、いろんな人と会うんだけども、要するに、ね、大事なことはね、同じことを言ってても信用できるかできないかっていうね、信頼感が持てるか持てないかっていうのはまた別の話なんですよっていうことを昨日言っててさ、あなるほどなと思ったわけで。確かにさ、ね、いろんな人がさいろんなこと言ったりね、言うじゃん。でだけどさ、ほら口ではね同じこと言ってるけども、中身こいつどうなのかなっていう時はあるわけじゃん。それはやっぱりね、政治家をやってるとね、いろいろとそういうことを考えることが多くて、で、あこの人言ってることやってること違うんじゃないかなってことをあの感じることがよくあるそうですよ。で、よく考えてみるとそうだよねと、言葉ってね、言えば作れちゃうんだよね。だけどさ、ね、あとは綺麗なこと 言う人いるじゃんとか、ね、良さそうなこと言う人いるじゃんとか、なんかさ、人の受け入れをでさ言う人たちいるよね。でもさ、この人中身どうかなっていう時に、一番やっぱ信頼ができるかどうかっていうかさ、その人の言葉っていうのが信頼できるかどうかっていうのはその人の中身なんだよね。でつまりさ、その人の中身って何かっていうと、この人の生き方なんですよ。でその生き方が信用できるかできないかってことで、発する言葉はさ信用できるかできないかなんですよ。でそれね、さ、僕もね、たまに思うことあるんだけども、まあ、いろんな人がこういろいろ話しててさ、でいろんな人の話も聞くこともあるな。だからこいつ真意はちょっと違うんじゃないかなっていう人とか結構いるわけで、それはね、何かっていうと、その人の行動なんだよ、要は。だから例えばさ、国会社やってるとさ、まあ、いろんなリーダーとかいろんな人たちがいるよね。で、まあ、僕も前の、ね、会食ではさ、まあ、中間管理職やってて、でさ、やっぱりさ、あこいつだったらついていこうかなって思うのか、要するに、なんかさ、こいつ口だこう言ってるけどさ、なんか違うよなって、あるじゃん。これね、瞬間に分かるわけよ。で、その瞬間に分かると、どうなるかっていうと、疑わしいっていう、ね。あ、こいつこんなこと言ってるけど、なんか疑わしいな、なっちゃうと、もうその時点で信頼関係ないからね。だから、例えばさ、仕事やってても、要するにね、まあ、さ、長くいると、どんどん部下が入ってくるよな。でそのダンクが入っていると部下が入ってくると自然とさ上司になっちゃう人いるじゃん、ね、でその人は上司になっちゃうんだけども、その立場でどういうことをねするか、どういう、ね、行動を取るか、どういう言葉を発するかによって部下はその人を、ね、瞬間的に見抜きますよってことなんだよ。だからね、僕は思うんだけども、やっぱね大事なことっていうのはそのね、まあ前職の会社でもありましたよね、いつも偉そうなこと言うのにさ、ね、事務所ではほとんど仕事しない人、ね、要するにさ、とか、ね、社長も、まあ、僕はね企画課の課長で、ね、まあ、営業をやった後にさ、企画課の課長になった時には社長の付け、まあ、前の会社の社長って付けを持たない人なんだけど、要するに経理の部門とかが僕の企画の隣だったからいつもいるじゃん。そうするとさ、のこのこ来るやついるんですよ、なんか知らないけど。でこいつねこれを信じるかなってい うんだけど、彼は信じちゃうんだよな。で僕はこいつ見てて、ね、こいつは気をつけた方がいいよって、ね、言ってやりたかったんだけど、まあ、言ったところでわからないだろうから言わなかったけどもね、そういう人いっぱいいるわけ、ね、なんかさ、そういうやつに限ってね、なんていうかな、行動はだらしがないくせに立派なこと言うのよ。それさ、人の前でさ立派なことすごい言うんだよね。だから自分できてんですか、できてない人がほとんどですよ。で僕もそれはね気をつけようと思ったわけで、僕はね、まあ賛否両論あるよ。でもね、大事なことはね、要するに自分は自分が作ってるから、で要するにそれで評価してもらえばいいと思ってるわけだから、例えば仕事は仕事で評価してもらうから、仕事は仕事で決着つける、ね、あとはね、人間性って場合は、まあ、分かんないけども、まあ、そういうものについてはさ、僕ね表と裏がないようにしてるんですよ。
だからあのね、よくほらなんかさあの人前でね偉そうなこと言ってるくせにさ、なんか外やタバコ吸って伏せてたりね、あとほらあのこの間もちょっと俺ね、まあ外部のやつなんだけどさ、なんかね、普段はさこう低姿勢なんだけどさ、ね、この飲み屋さん行くとさ、ね、態度違いやすいんじゃん、おいこれ持ってこいとかさ、ね、これねえぞとか言うやついるじゃん。でこういうやつってね、やっぱりね中身がないんですよ。要するに人生経験の中でそれが正しいと思っちゃってるんだな。でそれはあの一番良くないことだ。でっていうのは何でかっていうと、その瞬間にあこの人が信用できないなと思っちゃうわけで、さ例えば、僕は、ね、酔っ払ってる時でも何でも多分ね、あの、まあ、いろんな人が僕と、ね、付き合ってると思うけども、僕はあの今とこの今のこの時点と飲んでる時の時点と人間性変わらないでしょ、変わらないんですよ。であの昔は変わった、ね、あのだけどさだんだん、ね、あの年とともにね変わらなくなるんですよ。それは何かっていうと、ね、要するに自分のことは自分が評価するわけであって、人もその評価と同じ評価をしてくれるってこと。そうすると裏も表もない生き方が一番大事だなってこと。だからね、僕は今社長やってるけどさ、あのいろんな人がねいろいろ来るけども、ああへえって言うことあるけれども、ね、要するにその人の行動を見てると、あもう少しあの足りないんじゃないかなと思う人結構いるわけ。それは何かって言ったら、ね、要するにあの、ね、上司はね部下が評価しますから、だからあとね、社員はお客さんが評価しますから、でそれ以外ないの。だからいくら、ね、あの人前で、ね、いいこと言ってみたり上司に言ってみたり、ね、してても行動ってことね、行動が要するにあの全ての結果だから、それはあの、ね、あのそれをもとにしてあの信頼感があの生まれるか失うか、これしかない。だからぜひね、あの一つ一つの、ね、ことについて、まあ、いろんな、ね、今社員がさ、ね、100人以上いてさ、いろんなセクションで動いてるよね。でもね、このセクションの中でやっぱ大事なことっていうのは、その、ね、上司部下がやっぱりコミュニケーションの中で疑わしくないのが一番わかる。で疑わしくないって何かって言ったら、同じ目線で同じことを考えて同じ行動を取ること、ね、でそれはあの、ね、一番大事なことだから、まあ、ぜひね、いろんなあの仕事あるな。でよくさ雑用とか雑務とか言うけども、ね、会社の中に雑用雑務ないから、ね、全部が仕事だから、ね、それはあのわきまえた上で、あこれは俺の仕事やることじゃないよとかさ言う人いるけども、それ関係ないですよ。で要するに目の前にある仕事は自分が片付ける、わかる、ね、目の前にゴミがあったら自分が拾う、でこれ当たり前のことなんですよ。だ当たり前のことを当たり前にやってる人はやっぱりあこの人信用できるなと思うわけじゃん。だからそれはねすごい重要だから、まあ、ぜひ毎日さあの行動でしか評価されないから、毎日毎日その行動をとって、ね、その人が周りから信頼されるような人にならないとダメですよってこと、ね、ぜひあの、まあ、昨日はねあこいつやっぱり若いけど言うなと思ってさ、ね、やっぱりね昨日30分くらい喋ってたかな、え30分ぐらいしゃべって、ね、やっぱねうまいよな、あの話がうまい、うん、で、結構ねあの笑いどころも作っててさ面白かった。で小泉進次郎がさ、ね、要するにあの講談してさ、次はメインの吉田市長上がってきたらね20人ぐらいさ帰ったからね、お前何しに来たのって小泉進次郎見に来たんじゃないだろうって思ったんだけどさ、まあその人はその人だろうな、あまあいいや、うん、いろんなね人がいて面白いなと思ったけども、まあまああのね三浦市ね、あの人口まだ減っちゃってさ、ね、あの税収も減っちゃってるわけですよ。でここをなんとかしなきゃいけないってみんな思ってるから、だからここぜひ ねこの間黒岩知事とも話させてもらったし、あと三浦の市長も、まあ、昨日ちょっと話させてもらったし、まあ、これからねやっぱり我々経済の人たちが要するにあの努力してね、要するに町おこしましょうよって話してて、ただ残念なのが昨日ね350、60人に来たんだけど若い人来てないんだよ、いないの、ね、あの市政や広告会に若い人誰もいない、ね、でそれが僕はねすごい一番の危機感だと思うな。もうみんな年寄りだよ、ね、でもう引退した人たちばっかりが来てるだけ、ね、だからあの現場の人たち若い人たちがやっぱああいう場にねやっぱり来るようになって、で少しでもねその三浦市のさ市政とか、ね、その経済とかをまず分かってもらう人がいてほしいなと思うね。まあ、ぜひあの今度 ねうちでもいろんな計画してて、であとは京急もねあの今度400タクシーくらい、ね、あの 5、6 年ではさ やってるんだけど、ね、あの販売するんだけども、まあ、そこで ある意味で その、ね、横浜とか東京とかに耐えられるような人たち、耐えられるとかそれに慣れた人たちがこっちに来て楽しいなっていうような街づくりがこれから大事じゃないかなってことはみんな意識してるわけだ。
まあ、ぜひね、その中で僕たちが何ができるかってことをね、考えてやっていきたいなと思うね。まあ、ぜひ、話はそうじゃったけども、ね、あの三浦氏のこともいいんだけど、まあ、自分たちのこともね、要するに言葉、ね、行動、ね、これは信用できるかできないかっていうことを自分が意識して動くことだよ、ね、口で言ってもダメだよってこと、ね、あの口だけ言ったことっていうのは、あの要するに中身がさ、あとからついてくるから、まあ、ぜひね、あの言う言葉、行動について自分なりに考えてね、行動を取ってもらいたいと思いますね。以上。